こんにちは、池ちゃんです。今日は東京から片道約4時間かけて新幹線で私の地元秋田に来てます。秋田といえば青森の下、岩手の隣、有名なものといえば生ハゲと関東、まだスイカが使えない土地、さすがに田舎すぎるが19年暮らした故郷、最近できた駅前のスタバ、浪人時代煙りながら歩いたこの通路、都会を知らないので寂れているとは思っていなかった。大学進学のために上京して今も東京が大好きだけど、たまに地元には帰ってきたくなる。今日は久しぶりの秋田を観光していくよ。秋田は日照時間が全国で一番短く、今日も曇っている。かなり久しぶりに帰ってきたので行きたいところがいっぱいあるはずなんだけど、私秋田といえばうつ病になってた記憶と、あと浪人時代を過ごしたっていう記憶がもう強すぎて、19歳まで住んでたから、だからなんか自然とね、秋田駅を出て足が私の通っていた予備校へと向かってしまっています。もはや黒歴史、聖地巡礼、予備校を見なければ秋田に帰ってきた気がしない。あった、このよゼミのサテライン予備校、寺子屋技術秋田駅前、隣がテナントが入ってません。この寂れた感じマジで懐かしい。なんか現役の時に精神的にやばくなっちゃって、それで浪人してここに1年間通うことになったんだけど、ここに通ってた1年間はね、マジ人生で最も無駄な1年間でした。学費を親に払ってもらって、ちょっとあれだけど、全然仕事してくれなかったな、この予備校なんか映像もさ、サテライトで見といてねって感じだし、全然意味なかったけど、私は仙台とかのさ予備校に出ていく体力がなかったから、もう仕方なくさ、そこに通うしかなかったんだけど、ガチで無駄な1年間だった。超黒歴史。いやー、本当は秋田駅の方とかもいろいろ見て回りたいんだけど、あまりにもちょっと気温が低くてですね、全然見れる気がしないので一旦室内に入ります。お店に来たんだけど、マジで人が少なそう。ちょっとこっちまで来ると本当に何もなかったので、やっぱ駅まで戻ります。寒いし、雨まで降ってきた。予備校神田さん、あ、今ヨゼミに入ってた人、多分ね、私のこと指導してた人だと思う。わあ、塾長が、すごい奇跡が起こって、6年ぶりに塾長と対面、対面というか盗撮私が一方的にあのガラス越しに見てます。うわ、動いてる。私センター試験受けてからもう予備校来なくなっちゃったからさ、なんか合格の報告を予備校にしていなくて、合格と卒業の報告をさ予備校にしたらいいのにさ、なんかビビっていけないんだよね私の中で受験がまだ終わった気がしないのはそういうところかもしれない。報告してない。懐かしいかもしれない。今は改修工事されてて、ちょっと私がいた時とは違うんだけど、こんな感じのものをよく食べていた。懐かしのナポリタン、美味しい。全然秋田らしくないものを紹介しているが、秋田県民がいつもきりたんぽ鍋を食べているというわけではないからね。ちなみに浪人していた時は親に申し訳なさすぎて、外食といえば花丸うどんのかけうどんしか食べれなかった。実家で浪人ってやばくない？精神的に。しかも精神科に通いつつのうつ病真っ最中で浪人、もう全然頭動かないよね。やり直したさあるもん。で、結局1年頑張ったんだけど、全然希望のところに入れなくて、もう自暴自棄になって YouTuber になっちゃったよね。それで精神的にも来るし、こういう試験なんて二度と受けたくないと思ったんだけど、最近の私の現状を知ってます？皆さん。そう、国家試験の受験で予備校に通っているんですよ。またかよって自分でも思うんだけど、やっぱり大学受験の不完全燃焼感を自分でも引きずっているんですかね。大学受験思うようにいかなかったというのが人生最大の挫折。それで大学生になってから塾講師のバイトを始めたんだけど、思っちゃったんだよね。うまくいかなかったのに教育に携わるべきじゃないなと。大学生だと塾バイトって結構誰でもできちゃうけど、やっぱりね、ちゃんと賢い人間だけがやるべきだと私は思います。そんな感じで、もともと研究者になりたかったんですけど、諦めて今これです。次に紹介するのはこちら、豆豆ハウス、コーヒー紅茶専門店。ここはすごくすごく美味しいので、もう精神的にやばい時とかここに来て飲んでました。ウィンナーミルクティー340円。いやー、まさかこんな地元で昔からよく来ていた店を YouTube で紹介する日が来るなんて思わなかった。今になっても人気のお店で安心。なんかオーナーさんがめちゃくちゃいろいろ話しかけてくれて、めっちゃ喋ってた豆豆ハウスはすごい値段が安くて、学生時代からめちゃくちゃ行ってました。秋田の高校生は絶対1回はここで作業をする。めちゃくちゃ懐かしい。やばい、結構激しくイチャイチャしてるカップルがいるから、こっち行かないであげよう。高校受験の時に通ってた塾。
農会センターは結局ね、第一希望の秋田高校入れたから良かったんだけど、すごい指導が厳しくてちょっと心に来た記憶がある。なんか東京だとカメラ持っててもなんか誰も見てこないけど、秋田だとちょっと目立つかも。でも秋田の人すごい優しくて、私の存在にさ気づいてくれる人もいるし、店員さんもすごいさフレンドリーに話しかけてくれるし、人が優しくていい。圧倒的ホーム感。はい、じゃあそろそろ池ママがね迎えに来たらしいので家に帰りたいと思います。秋田駅周辺の私の浪人時代の傷をえぐる旅でした。いやなんか懐かしかったな。そういえば私そんな時代があったな。なんだかんだ予備校の生とかじゃなくて、ほんと17、18くらいの時に意味わかんないくらい病んでたんだよね。あれは一体何だったんだろう。幻だったかもしれない。病院に通って意味わかんないくらい病んでました。今はすっかり元気です。完全にじゃないけどほぼほぼ元気です。久しぶりのお家に帰りたいと思います。バイバイ。今年浪人の人は頑張ってね。